日本共産党の佐々木健翔でございます。はじめにですね、一言を申し上げておきたいと思います。野田総理はですね、国民に負担をお願いする以上、定数削減も必要であると、議員も身を切らなければならないという発言をされました。我々はですね、この消費税増税には反対でありまして、国民に負担を押し付けることに反対をしてまいりました。それは逆進性の問題とか、あるいは中小業者が転嫁ができないとか、それから消費が冷えて全体として経済も税収も落ち込んでしまう、多角的な議論をやってまいりました。で、増税をですね、国民に飲ませるためにね、議員が身を切るというような議論、これに我々は組みするわけにはいかないわけであります。もともとこの選挙制度というのは議会制民主主義の土台でありましてね、すべての政党に関わる問題でございます。で、これを2党あるいは3党で決める、これは民主主義から言いますと全く逆行することになるわけでして、少なくともですね、この各党の間で議論を行って合意を目指すということをやるべきであります。何かこの期限を切っていつまでにさっさと上げるんだというような議論はですね、とてもこれは我々飲める話ではない、このことを最初に申し上げておきたいと思います。それで法案の内容ですけれども、この法案質疑の最終段階になって突然、一昨日民事公3党で確認書が交わされて、それに基づく法案が今日になってですね、議員立法で突然提出される。大体その提案したその日、つまり今日ですよ、今日質疑を行い、質疑終局し採決をすると、こういう強硬なやり方はですね、到底受け入れられるものではありません。委員会における充実した審議を否定するものであります。こういう点で、提案者はどう考えているか、まずお聞きしておきたいと思います。古本君。お答えいたします。これは三党党首会談でですね、これはもうずいぶん前になりますけれども、野田総理党代表から自民党の安倍総裁、そして公明党の山口代表に対してですね、なんとかしてこの予算が成立しているんだけれども執行ができないという自治体をはじめ、いろんなところに今国民経済生活にしわ寄せをきたしているこの状況をなんとか打開することはできないだろうかということで、丁寧にご提案をさせていた いただいたことから出発点でございます。従いまして佐々木健翔先生には大変恐縮ですけれども、唐突という言葉が適切かどうかはこれは議論の余地があると思います。で、昨日の理事懇の場で、修正案を、開示、ご提案させていただいたわけでありますけれども、それから24時間しか経っていないじゃないかということに関してはですね、大変いとまがなかったことはここで、心苦しく思っていることを素直に認めます。でもその上で、これはやはり待ったなしの国民生活が影響を及ぼしてはならないという待ったなしの議論であるということについて、ぜひ深いご理解を賜りたいというふうに思います。委員長。佐々木君。大体このやり方自体が極めて乱暴でありましてね、3党の間では何か議論しているかもしれませんけれども、国会の中で公式に議論は一回もやってないわけ。それをいきなり前の日の24時間前に出してね、さあ次の日に採決だと、こういう話はありません。大体議会運営の中で、で、内容に入りますが、修正案によりますとですね、平成24年度から平成27年度までの間の各年度の特例公債の発行を認めると、こうなっているわけです。これは極めて重大な内容でありましてね、まず憲法第83条、ここには国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないと定めておりますが、ここでいう財政というのは財務大臣、
どういうものですか。城島財務大臣。ご質問の憲法83条はいわゆる財政民主主義の原則として、今おっしゃいましたように国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないと定めております。ご質問のここで言う財政とは何かということでありますが、ここで言う財政とは国民に対して各種のサービスを提供するといった任務を遂行するために必要な財源を調達し、これを管理使用することを言うものと認識しております。委員長。佐々木君。その通りでありましてね、必要な財源を調達しこれを管理処分する一切の作用を財政というわけでありました。つまりどこから財源を調達するかも含めて主権者である国民を代表する国会の議決に基づくものとすると、こうなっているわけですね。では憲法第86条、これはどうなっているか。内閣は毎会計年度の予算を作成し国会に提出してその審議を受け議決を経なければならないと規定しております。でこの原則を受けまして財政法第4条では国の歳出は公債または歳入金以外の歳入をもってその財源としなければならないとしております。つまり公債や借入金は認めないわけである、認めていないわけですね。でただし公共事業等のための公債発行と借入金だけは一定の条件の下で認める、まあ、こういうふうになっていると思いますがいかがですか。城島財務大臣。1点目の憲法86条との関係でございますが、今回の法案修正においてもですね、各年度の特例公債の発行限度額というのは毎年度予算総則で規定をし国会の議決を経るということでありますから、憲法86条のですね、予算の単年度主義との関係が問題になるものではないというふうに考えております。また、財政法4条との関係でございますが、今ご指摘の点について言ってもですね、現下の厳しい財政状況の下では建設国債のほかにも公債をですね、発行しなければ財政を運営することは極めて困難であります。このため財政法4条1項の特例といたしまして特例公債の発行を認めていただくよう今回の法案を提出したものというふうに認識しております。委員長。佐々木君。予算の総則に書いても予算は予算ですよ、法案ではありません。したがってですね、これは極めて重大なすり抜け、方式といいますかね。で法案については、審議しないわけですから、法制特例法案毎年毎年やるということをやめて4年間、まあ、今後は3年間審議なしでやると、これは明らかにですね、おかしな話であります。でもともとこの財政の穴埋めに出す特例公債は財政法第4条で認められておりません。でかつて大平正義さんはですね、昭和50年12月のこの大蔵委員会で赤字国債発行についてこう述べたことがあります。本来財政法の原理に立ち返らなければならんと思います。財政法は公債の発行は4条国債以外認めていないわけでございますので、このことはあくまで明記しておかなければならんわけでございます。特例公債の発行が習い性となっては困るわけでございますので、異例の措置であればその年その年度限りその特定の目的のためにこれだけのものをお願いするというように限定しなければならんというふうに考えているわけでございますと、こういうふうに述べているわけですね。これは真っ当なことだと思います。で公債特例法案として閣議、閣法を出して、でその都度国会の承認を得るというのが原則であります。で単年度に限定したのは財政規律をかろうじて保つために最低限必要なことなんです。でそれが原則だったと思いますが、総理、この大平さんの発言どのように受け止めてますか。野田総理。佐々木委員ご指摘のとおり、特例公債発行したら昭和51年だったと思いますけれども、まさに赤字国債を発行するというのは特例であって異例であると
という中における大平当時の総理の思いというものは、これはしっかり踏まえなければいけないだろうと思います。したがって毎年毎年しっかり財政規律を考えながら、財政当局は緊張感を持って財政運営をする、そして国会で毎年財務金融委員会においてご審議をいただくという統制を受けると、まあ、それが基本だったわけです。ただ毎年特例のようだったものが、残念ながら今はもう恒常的に特例公債を発行せざるを得ない状況になっていて、しかも一般会計予算の今は4割を占めるに至っているという状況が生まれました。で、少なくともどのような政権がこれから生まれても特例公債に当面は頼らざるを得ない状況があります。もちろんその額は抑える努力はしていかなければなりませんけれども、そのような今恒常的な状況の中で、残念ながら予算は成立をしても、その裏付けとなる特例公債がなかなか成立をしないという状況があって、まあ、今回もそうでありますが、地方団体含めて国民生活に支障を及ぼすような状況も生まれかねない、まあ、こうした弊害を乗り越えるために、まあ、少なくとも我々は財政運営戦略で、向こう10年間でプライマリーバランスの対 GDP 赤字を黒字化していく、2015年までにはそれを半分にしていく、そういう方針を立てました。こうした方針の下で財政規律を守りながら、予算と特例公債にとってはと一緒に対応するような、そういうご提案を今回議員立法としていただいたものと承知をしておりますし、財政規律は守っていかなければいけないと考えております。委員長、大平さんは昭和51年当時は総理大臣ではなくて小倉大臣だった。佐々木君。委員長、まあ、今総理の答弁はですね、踏まえなければならないとか、基本だったとか、まあ、こういうふうに言いながら、でそれを、今回は、特例公債がたくさん半分近くなったと、だから、そういうことをもう外して自由に発行できるようにしたい、これはね、原理原則を逸脱しており、基本を外れている、そういう議論でありまして、総理がそういうことに踏み出すというのは極めて重大であります。で、まあ、修正案はですね、この予算と公債特例一体のこのものをバラバラにしてですよ、で単年度という限定を外して3年間、まあ、もう今年も含めれば4年間特例公債の発行を認めるというものであります。でこのやり方をするとね、財政規律は完全に歯止めを失います。平成25年度つまり来年度ですね、26年度27年度この予算はまだ予算内容が明らかになっておりません。来年以降の話であります。それなのにですね、中期財政フレーム、これがあるから、これは単なる枠組みであります。枠組みなの、中身じゃないんです。で、どのような予算が組まれるか全くわからない。にもかかわらず、この修正案はですね、どんな予算を組もうがですよ、赤字国債が発行できる。そういうことになるんじゃありませんか。誰に答弁求めますか。財務大臣。先ほど申し上げましたように、特例公債の発行限度額は、従来通りですね、各年度の予算総則に規定をして予算委員会で、審議いただくことになっておりますので、必ずしもですね、ご指摘のようなことにはならないというふうに思っております。委員長。佐々木君。予算総則に書けば何でもできるじゃないですか。赤字国債これだけ発行します、それは与党政府がですよ、多数を占めていれば、そう書き込んだら自動的にそれが認められると。しかし国会のチェックは法律としてやられないわけですからね。全くこの説明になってません。で、しかもですね、まあなんか努力すると、中期財政フレームがあるから、まあそれに合わせるんだって言うんですけれども、でその時の政権に対して赤字国債の発行を白紙委任するということは変わらない。でこれはまあ赤字国債発行自由化法、こう言ってもいいと思います。しかも国会のチェック機能が3年間外れるわけですから、憲法第83条は
国の財政を管理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなきゃならん、こう決めているわけです。したがって国会の議決なしにですよ、赤字国債を発行するということになれば、これは憲法に抵触することになるんじゃありませんか。提案者どうですか。古本君。先生のご主張、先ほど来伺っておりますけれども、大事な観点を我々共有しなければならないのは、毎年度の予算は時の内閣が国会に提出し、衆議院で申し上げれば予算委員会でそれを審議し、そして最終的にお互いに納得した上で、採決に応じるわけですね。これは当然時の野党の方針によってはその採決に応じない、応じるで、またいろんな混乱が第一院室で毎年繰り広げられるわけでありますが、最終的には何十時間にも何々とする予算審議の結果、毎年の予算は衆議院において、これは可決決定されてきているわけでありまして、その議論が今後ともより丁寧に、とりわけ歳入、この公債発行について、セットで議論をされる仕組みを衆議院の予算委員会において、いかに作っていくかということが、おそらく議論の具体的なポイントになってくるんだと思いますので、これまで、率直に言えば、公債特例法案は重要公判議案でした。と財務金融委員会で毎年総理入りで充実した質疑で行ってきたのは事実であります。しかしながら予算が一方で成立しているにもかかわらず、この歳入の裏付けがないままに執行が滞っているという今日のこの問題を何とかしたいという中でハウスの知恵を出したいと思ってますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。佐々木君。総理が出席をしてですね、重要公判議案として議論するからしっかりとした歯止めをかけることができるわけなんですよ。で、それを外してですよ、予算は予算で通した途端に財源まで一緒に通っちゃうと、そんなデタラメなことありますか。財源は財政法に基づいてきちっと法律として国会を通らなければこれは確保できないっていうのが原理で原則ですよ。そういうものをですね、逸脱してしまうということになる。で、3年後というのはどういうことかといえば、 10% に消費税率が引き上がる。そのまでの間は赤字国債は時の政権が自由に発行できる、こういうことになる。で、経済状況を好転させなければならない、そういう理屈で言いますとね、結局そのために財政を投入すると、こういうことになりますね。これは大変重大な、いわば赤字国債大量に発行してともかく経済対策ということで、無制限なですね、無制限とはそういう言葉ではないんだという反論もあるかもしれない。しかし事実上政権がやりたい放題できるじゃないですか、これで。で、そこでですね、自民党にまず聞きたい。この中にですね、消費税の増税法案の中に18条1項というのが、附則18条第1項ですね。で、この中にですね、総合的な施策の実施、第2項には成長戦略等々が規定されております。で、私これ、税社会保障特別委員会で確認をしましたら、自民党の提案者が我々の要望で書き込んだんだと、こういう答弁でございました。で、自民党の国土強靭化計画というのがありますね。10年で200兆の大規模投資を行うと書いてあります。年間にすると20兆円で、最初の3年間を集中期間であると、こうしまして15兆円を追加投資すると書かれている。つまり最初の3年間は1年ごとに見ますと25兆円ずつ投資をするという形になるわけです。で、その財源はどこから捻出するんですか。竹本君。お話のように、10年間で200兆円という計画を立てております。別に政府としてこれが最終の数字だという決められたわけではありませんけれども、我々自民党はですね、その財源については特例公債じゃなくて、使うんであれば建設国債、それから、経済成長によって、利益が上がれば、それによる税収を活用したい、
で一番問題なのは、1400兆円か500兆円あると言われる金融資産ですね、これの運用先としてこれを使えばどうかというふうに考えております。ですから例えば大きいプロジェクトを進める場合に巨額な資金が必要になります。これについては主体が例えば PFI のようなものであれば株券を発行し、あるいは政府の信用も使いながらやる新型証券という方法もあり得ると思います。まあ、そういう意味において民間資金を中心としてこの毎年10兆円、おっしゃるように初年度は25兆円というようになりますからね、そういうことをやろうと思っておりまして、決して借金でやろうとしているわけではございません。委員長、佐々木君。自民党のですね、この計画によりますと、大規模投資するための財源として、日本再生債を創設すると。こういうふうに書かれてますね。この日本再生債というのは、どういうものですか。竹本君。昨年東北の大震災を被りました。それで復興には多額のお金がかかります。日本は地震列島でありますから、どこでどういう災害が起こるか分からない。そういう意味で日本を再生するために、今申し上げたような民間から一定の利率を上げましてですね、それを買えば株の投資と一緒で利益が還元される。そうすると民間の資本がどんどん集まってくる。それによってこういう大きい事業をやっていこうと、こういうことでございます。委員長、佐々木君。まあ要するに赤字国債と変わらないじゃない、ありませんか。ですから民間から、まあ要するに国債を、日本再生債を発行して民間に買い取っていただいて、それで集めたお金で投資をしようと。これはですね、建設国債とは必ずしも一致しないです。でなぜかと言いますと、この計画によりますとね、国家機能代替性確保、原発安全確保、通信手段確保、行政機関の業務継続用通信システムの整備、工場移転の支援、国際競争力強化のための社会資本整備等々、まあ、周辺海域の、警備強化、こんなものが入っているんですよ。これはですね、建設国債に限らない。これはもう赤字国債ということにならざるを得ない。正確から言うとですね。で、こうなると、まあ消費税増税前に、仮に、まあ自民党が政権ついたらですよ。我々望んでおりませんけれども、もしついたら、際限ない無駄遣いにこれ、道を開くっていうことになるんじゃありませんか。私はこの財政破綻の危険性をですね、ますます高めるというふうに思います。つまり、三党合意で修正案を、今回ここ提案してですね、その案が通ったら、どこの党が政権につこうが、ともかくこういう形で、まあ赤字国債発行自由化、そういうことが3年間保証されると、到底認めるわけにはいかない。これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。次に佐々木健翔君。佐々木君。私は日本共産党を代表し、公債特例法案及び修正案に対し反対の討論を行います。野田内閣は先の通常国会で廃案となったものと同じ内容の法案を提出したのでありますが、その後民事公3党の合意によって重大な修正が加えられました。公債特例法案は予算と一体のものであります。野田内閣による今年度予算は消費税増税を前提としており、さらに年金の支給額の削減、子ども手当の削減など社会保障の連続改悪を進めるものとなっております。国民の暮らしも経済も財政も破壊する道に踏み出すものであり、予算には賛成できませんし、この予算を支えるために多額の赤字国債を発行することは到底認めるわけにはいきません。議員立法による修正部分について言えば、一昨日民事公3党で確認書が交わされ、今日初めて議員立法として提案されたのであります。やり方も乱暴でありますが、重大な問題点を含んでおります。修正案によると、平成24年度から平成27年度までの間の各年度の特例公債の発行を認める内容となっており、極めて重大であります。憲法第83条では、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいて、これを行使しなければならないと定めております。どこから財力を調達するかも含めて、
主権者である国民を代表する国会の議決に基づくものとしているのであります。憲法第86条は、内閣は各会計年度の予算を作成し国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないと規定しています。これを受けて財政法第4条では、国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないとしているのであります。ただし公共事業等のための公債発行と借入金だけは一定の条件の下で認めるものとなっております。もともと赤字の穴埋めに出す特例公債は財政法第4条では認められておりません。これは財政規律を保つために最低限必要な公債、認められておりません。公債特例法案として閣法を出して、その都度国会の承認を得るというのが原則であります。これは財政規律を保つために最低限必要な措置であります。その限度を外して4年間特例公債の発行を認めれば、財政規律の歯止めを完全に失うことになるのであります。予算内容が明らかでないのに、時の政権に赤字国債の発行を白紙委任してしまう、まさに赤字国債発行自由化法案と言わなければなりません。そうなれば消費税増税前に際限ない無駄遣いに道を開くことになります。これは財政破綻の危険性をますます高めるだけであり、到底認められるものではありません。なお、民事項の三党合意に基づいて行われた先の内閣修正は、本年度分の基礎年金国庫負担を2分の1に引き上げるための財源を、当初案の交付国債から年金特例国債に変えるというものであります。そのような修正をしても、償還財源に消費税増税分を充てることに何ら変わりはありませんので、賛成できません。以上で反対討論とします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案、およびこれに対する修正案について採決いたします。まず、古本信一郎君ほか4名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本修正案は可決いたしました。